はい、自己紹介。どうも、神田翔一でーす。またしてもこの地獄に連れてこられました。どういうことですか？喜んでるんですよね、本当は。喜んでねーよー知ってますよ。早く終わらせろはい、ということで、ぶどうみねでーす。はい、で、まあ、そっからね、まあ、セッションキャラっていうキャラクターが本当に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 好きなので、はい、ちょっとね、今回はついに水着ということで、感極まってきて、ちょっといや、もう早く引いてくんない？でも晩ご飯食べたいからさ。食べてないの？食べてねえよ。かわいそう、私今塩、何これ、焼きそば食ったんだろ。そうそ う, そう、今食べてる食べるわ。さっき突然、あーもう泣きそう泣きそう、焼きそばと食うわって言い始めてるこいつ情緒不安定にも程があるだろうと思ったんだよ。相通ですか？381、それ課金したか石の数ですか？いや、なんかストーリー進めてたら村のやつと、あと課金もしました。まあ、はあ、ということで380ってことは、うん、120連か。いらっしゃい、マスター君。いくらでしたっけ？120連プラス購入ありがとう。ビーフ168、2万か。ものだ、一気に使ってはいけない。2万円分今石がとりあえず手元にあって、予備譜が何枚かあると。準備は OK。 多分石が60円ぐらいで計算すると、まあ分かりやすいかなっていう感じですね。はいはいはい、まあ、とりあえず左下にですね、何連目っていうのを表示していこうと思うので、これで一緒にやっていこうと思うんですが、もちろん神田くんも一緒に引いてくれるんだよね。引かねえよ。なんで？石ねえっつってんじゃん。え、買ってこいよやだよ。もうだから FGO やってないんだって最近。うるせーな、もう、ちんたらちんたら。FGO に課金するけど、シャニマスに課金するんだって。また言ってるよ。はい、無視でーす。ということで、ちょっと待ってね。手が震えてきた。で、まあ見てください。このセッション員キアラ、これ見えますか？見えてますよね。このセッション員キアラが水着を着てるんですけれども、今回のイベントがね、まあちょっと最初の方だけ触りだけやったんですけど、ちょっとホラーっぽいイベント で見る限り、セッション員キアラがなんかまたなんか悪さしたんかみたいな。いや、大体セッション員キアラいつも悪さしてるんですよ。いや、いい子だから悪さなんてしないんですよ。してるわしとるんじゃ。しないんです、普段はしないんです。目に見えてしとるんだこいつ。魔が差してしまったんですよ。魔が差しまくりなんで、毎日魔が差してんだこいつは。まあまあまあ、そんなことより、宝具のね、見ました、ムービー、神田。見ましたよ。どう思いました？私、キアラについてそんな詳しくないんだよ。はぁキアラって書室なんだっけ ?CCC でしたっけ？そうです、はい、はい、フェイト、あれですね、 PSP のやつですよね。どう思いました？何をモチーフにしてました？あれって何？はい、あのホーグの演出だから。いや、アンデルセンと人魚姫のことは知ってるんですよ。そう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 、そこ、その回答待ってた予感だそう、人魚姫なんですよ。いや、私はあのね、ちょ、ここは大事なとこなんで言おうと思うんですけど、アンデルセンとキアラは恋愛解釈 NG 派なんですよ。わ、はあ、かるわかるわかるわかる。でもだからといって、なんだろうな、プラスはめっちゃ好きなんだよね。わかる、この気持ち、ガンダプラス、プラスだから、この一緒にいるのはめっちゃ好きなんだけど、恋愛じゃないんだよね。わ、はあ、かる。ああ、わ、うん、かるよ。興味なさそうだね、ありがとう。いや、わかるよ、わかる。うん、わかってるわかってる。エーペックスするか、うん、もう。エーペックスするかさっき言ってたんだよ。そうそう、エーペックスやろうっていう話をしてた。予備筆引けたらどうする、さらっとエーペックスやるかって。ほうれん草食ってムキムキになりそうな。おー、かわいい。ハッピードライブ。この子何でしたっけ、名前。え、おっぱい、ちょっと待って、おっぱい、え、分かったから、はいねえ、もうさ、ねえ、ご飯食べようとしないでよ。かわいい。ご飯食べさせてくんないかな。夜見に清少納言か。似てねえよ。あー、確かに夜見っぽさは、でも髪、それ髪型でしょ。ツイッテール見たら全員夜見っていう病気かも。オタク、それ言いがち。ちょっと待ってね。なんか幸先が悪い。ちょっとなんかすごい星さんの連想が続いてるんだけど、これはどういう。いい、もう引け、もう予備フランって合ってないようなもんだ。やめて。予備フランって合ってないようなもんだけど、もう残り22枚ポンポン引いて。おかしい。はい、引いて。あ、ちょっと待って、何年目かカウントしてないじゃん。ちょっとカウントし、何のためにいるんだよお前マジで。今とりあえず9枚使ってますね。9。本当？31から始まって22でしょ、今9でしょ。頭いいね、たまには。よし。ふざけんなよこいつ。これで11になる。
これで10、これで9、10、11ですね。5 minutes later。 もうそうなったら、まあ、弾いてもろて、弾けるまで弾けば無料だから。え、ちょっと待って。え、ちょっと。カードが止められてもね、現金があればコンビニに買いに行けるんだよね。お前カード、待って、光ってる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 、まあ、金だからな。光ってる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 、あーちゃんかよ。エリアだ。お、エリア。はい、ありがとうございます。エリアかわいい。でも、かわいいです。あーかわいい。海だ。はい、海だ。イリアです。アーチャーです。イリアです。水着も持ってきました。水着も持ってきました。というわけで改めて、というわけで改めて、やめろ、かぶせんな。かぶせんな。やめろ。海じゃない、湖。え、でもかわいいな、このなんかよくわかんない。泳げるならどこでもいいよ。よくわかんない、これ。夏休みに楽しい思い出いっぱい作ろう。声でかぶせるなってなんだよ。これが惨劇の幕開けになるとは、この時のイリアさんは。やっぱホラーなんだな、今回のイベントは。ホラーなのか。海だ。夏のアーチャーは強いってね、決まってるんで。強いんだ、じゃあイリアも育てよう。どうでしょうね、強そうではあるけど。フォークはどう。クイック上げ。クイックか、大群。クイックアーツバスター上げて。必中と全体、うん、よく見えるね。かで自分でクイックも上げられると強いじゃん。で NP 増やすスキルもありそうですね。3つ目に確かにこれか。うん、はー強いじゃん。あと無敵かサマーバケーション。いやブリュンヒルで欲しいんですよね、どちらかというと。はーエッチだからね、おっぱいが。そうですか。エッチな方がいいよやっぱり。うん、まあ否定はしないよね。はい、そういえばさ、最近さ、うん、軍道さんの配信とか、配信終わった後のアーカイブのコメント欄とかにさ、はあ、なんか軍艦に関する外国の方のコメント結構来ない？え、めっちゃ来る、めっちゃブロックしてる。来るでしょ、うん、私もめっちゃ来るの。なんか軍艦なんとか、うん、軍道先生なんとかみたいな。めっちゃ来るの。どこみたいな。うん、で、ブロックしてんの。ブロックする、ブロックする。私は無視してるけど。えらい。あ、ちょっと待って。まあ、なんかね。30連目。はい、どうした？あ、まあ、いいよいいよ、引いて引いて。あ、はい。いや、よく行くのに、地球にはもったいないじゃん。はいはい、私の地球の価値が下がるからさ。あ、そうですね。何笑ってんねん。そうですね。価値下がりますね。だったらちょっと乳首かな。温存してるからね。今日ね。知らんが。今日もう温存しようと思って、昨日の夜寝るときに、はい、乳首、両乳首に絆創膏を貼って寝た。いや意味わかんねえよ。そうだから私の今なんで絆創膏なんで、意味がわかんねえよ。いやわかるだろ、守ってんだよ世の中の闇から。そんなんで守れねえよ。守れるんだよ。守れねえよ。乳首出していきますけど、お兄さん。やめろや。お前も乳首出せよ。なんでだよ、意味がわかんねえだろ。血液が足りないのでは。いや知らんが。ちょっと待って、右で行こう。もういいよ、右でも左でも。なんかね、今日朝起きた時に、まあ、あ走行がね、左側外れてたんよ。だから右側だけ残ってたんよ。だからもしかしたら右側はまだ清められたままなのかもしれない。知らねえよ。そういうことだよね。行くわ、右で。もうダメだこいつ。だからさ、そのよいしょ言うのやめてくんない？早っ。いやもう、ちょっと早くして。うるさい！本気なんだよこっちは。いや、やめてくれ。助けてくれ。ローリングどこに行ったのね、返してよ私のローリング。知らねえよ、おめえんじゃねえよ。あ無償席だろどうせ、ここら辺まだ。だってこれストーリーめっちゃ頑張って貯めたやつだもん。いやストーリーは楽しんで進めてるんだから、石は副産物でしょ。いや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 、石のために私はセッション1キャラのために F 上をやってきたんだよ。本末転倒なんだよな。ローディング一周入ったってことはこれ来るかもしれないよ、神田くん。震えて。いやー来ない。いやどうですかね、出そうかもよ。なんでさ、期待を抱かせてよ。A few moments later。 ねえ最低保証じゃん、もう。
こんな綺麗な採点方針ある？スクショしてるし。いやいや、取っていきますよ。とりあえずね、早く引いてもろて。私晩ご飯食べたいんで。いいじゃん、たまには抜きでもいいよ。よくねえよ。いいよ別に。いいって。よくないんだ。いらないいらないいらない。たまには。いや、いるわ。いや、健康。たまには抜く方じゃねえんだ。じゃあ私今ここで食べるからさ。その音で何だ。あ、また星5冷凍じゃん。嬉しくねえんだよ。いいじゃん、今回のイベント進めやすいんだから。確かに。おお、あ、バサーカーか。やったー。おー、ブリュンヒルでバサーカーなんだ。え、バサーカーなんだ、知らなかった。え、めっちゃ嬉しい、これは嬉しい。あ、待って待って、焼きそばが鼻から出る。やめろや、汚ねえな。え、やったーやったーやった、ブリュンヒルでだ。どんな性能なんだろう。え、ちょっと早く見たい。え、かわいい。ブリュンヒルでです。のとさん、夏の霊気ということで、普段とは異なるバーサーカークラス。やめろ、ちょっとやしろ。野戸まみこの声を怪我すな。お願いいたします、マスター。ブリュンヒルデです。いやー、今回のイベントでね、シグルドとイチャコラしてほしいですね。かぶせんだよ。私はもうシグルドとブリュンヒルデ過激派なんで。ブリュンヒルデです。もうマスターがそこに入ってきたりとかね、そういうのはね、もう許せないタイプなんで。男主人公も女主人公もその間には割って入れないんでね。ブリュンヒルデです。黙るや。似てるよね。黙るや。結構似てるんだよ、ノトさんね。ブリュンヒルデで、白鳥霊槽。あ、回避あるんだ、バーサーカーなのに。2回3ターンで、火ダメもカットできる。うわー。で、バーサーカーだけども NP 増やしやすくなって、バスターアーツアップか。なるほどなるほど。行きます、ブリューヒルデです。行きます。はい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 、はい、押します。押しました。やめろや。似てるでしょ。可愛いでしょ。ふざけんな。いやー、そろそろ来るよ。だってもう来たからね、2人とも星4が。そうですね、もうそろそろ挨拶は押し目だよ、ここまで。まあ石全部使わないうちに出たらいいですね。まあそうなの。そうしたらアビーも引けるしね。アビーボ似てるから困るってコメントあるじゃん、見た。お、これまさかブリューヒルで被るか。あ、被った。あ、出た。いや、これは嬉しいですね。星4は被ってないとあんま使えないからね。ホーグは2にしたいですよね。うん、できたら星4は、うん、そう、1から2で倍率一気に変わるんで。確かに、うん、お、あ、あブリューヒルでかな。重なるで出るね。3枚目ですね、これで。これは、うん、キアラ出ないで他のカードがホーグ5になるかな。いや、そんな。ハッピードライブ。いじらしい女だな、セッションインキアラ。かわいいやつめ。お、これはブリューヒルデか。え、あ、はい。バーナム効果だっけ。めっちゃ来るな、ブリューヒルデ。ストーン効果じゃないか。ブリューヒルデめちゃくちゃ来るじゃん、どうしたの。いいじゃん。4枚目じゃない、これ。次でホーグマだよ、これ。何枚も来るな、これ。やば。まあいいや、早く引いて。はい。ちょ、いや、はいじゃねえんだよ。なんでお前の言うことに入って従わなきゃいけないんだよ。はい。いきます、いきます。はい、手と手を合わせて、こんにちは。はい、手と手、手と手を合わせて、こんにちはじゃねえよ。うるせーな、黙っとけ。そのテンションの高さと勢いすげえな、今日。左乳首でいきます。やっぱ、悪でいきたいと思います。左の乳首が 悪で、右の乳首が善です。なんなのそのさ、弱虫ペダルみたいな。アブと、何だったっけ。違う、アブじゃねえよ。何だったっけ。アブ言う人は、あ、そう、アブ言う人がその名前つけちゃってね。アンディと、アンディとフランクね。あ、それ。あ、アブとじゃねえんだ。アブアブ言ってる人がそう、まつげの、そう、まつげくんがね、アブアブ言いながらアンディフランク。え、待って、ロード入ってる、ロード入ってる、ロード入ってる、これこれ来た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 。で、マジでロード長い、マジでロード長い、マジでこれ来た、これ来た、これは星5のローディング。これは、これ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 これ、これえ、ちょ、え、これサーバー落ちとかないよね。これサーバー、これサーバーメンテナンスか。やめて、やめて、フラグやめて。え、あの、画面の真ん中に突然。あー、どうかな。来る、もうローディングもロードも入ってない。だって、専用演出あるんだから、それなりに絶対重いはず、セッションインキアラ今回。ってことは、絶対に重いはず。ローディングはもう春
80分ぐらいあるはずだから、これはもうロード80分あったらもうそりゃ不具合だわ。うるせえ、はあ、来た。いやだってめっちゃいいもん、私通信マジでめちゃくちゃ通信女だいや、軍藤さんの端末が調子良くても、はい、MGO サーバーの調子が悪い可能性もあるから。いや、いいよ、信じよう人を、さあ未来を、どうかな。 A little later。 はい、キアラ、はい、キアラ、キアラ、はい、キアラ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 、はい、キアラ、キアラ、キアラ、お前もノリを手ぐらい叩けよ、お前なんや、お前、お前が黙れって言ったからだろ。黙んない。いや、これは出ないな。キアラ、キアラ、キアラ、キアラ。いや、これは来ないな、これは来ないな。キアラ、キアラ。タンタンタタタンタタタタンタタ。あ、ごめん、マイク殴った、ごめん。いや、うるせえ。マイク殴ったじゃねえ。早く出ねえかな。またケツドラムしてるって言われてるよ。ケツじゃねえよ。ケツだったらもっといい音するだろうが。知らねえよ。ケツの方がいい音するの意味がわかんねえよ。知らんが。なるかな。もうここまで来たら出ないでほしいな。出てほしい、ね、なんで人の幸せを祈れないの。ここまで来たら出ないでいただきたい。私の幸せを祈ってよ。やだよ。なんでだよ。お前も9万円引け、9万円分引け。やだよ。私と同じ目に遭え。いや、ちょっと不幸な男と一緒にいると不幸になりますわね、これ。よっしゃ、配信終わりー。お疲れ様でした。消えろ。まさかか？これはまさかだ。おめでとう、ホグゴ。あー、シグルド大喜び。おめでとう、おめでとうございます。わー、もうこれでシグルドも喜んでくれる。ハニーレイク3枚目じゃん。本当だよ。 A few minutes later。 乳首いっちゃお。知らねえ、もういいよ、もう宣言しなくていいからちゃっちゃと引いてくれ。何それ今のもったいぶった感じ。乳首いっちゃおみたいな。出しちゃおう。るせえうるせえ、やめろやめろ、はいはい。もういいよ、早く終わってくれ。早く終わってくれ。ねえ、今ロード入んなかった気がする。気のせいかな、多分ロード入ったか入ってないかで、うん、入ったか入ってないかで星5を語るのをやめろよ。分かったよ、ごめん。いや、今はね、左の悪の方で聞きました。お前はどっちも悪なんだよ。いやいや、もう善なんだよな。日頃は何がだ。右が善、左が悪、意味が分かんないよ。お前の中どうなってんだよ。私の乳首も名前つけたりよっかな。待って。あ、キャスト。ナーサリーか。ロリじゃねえか。この状態本だけどね。ツインアームビッグクランチかよっていうコメント。お前の乳首天草四郎の宝具かよって。なんでそういうひどいこと言うの。だって今コメントにあったんだもん。なんでだよ、秀逸だな。ブロックしとけよ、お前。モデレーター渡してんだから。なんでモデレーター渡してんだよ。お前の乳首ツインアームビッグクランチだなっていう悪口面白いな。これが孫かってなって。あーちゃー、イリアだな。はい、いいじゃん、宝具重なって。夏だよ。海だ。あれ、水海だ。やめていいか、これ似てるな、私。すごい、夏だ、海だ。門脇さんも怪我すなよ。いや、似てるから。似てねえよ、ふざけんな。いつでもモノマネ芸人として呼んでもらっていいですよ。こいつ今死ねって言いかけたの。今ちょっと我慢した。今頑張って頑張って今耐えた。しーってなって。危なかった今。偉かったね。
我慢した。ああ。で、焦ってガシャ回したら、メインストーリーだとして、あ、データが更新されました。ちょっとねあれラッキー今これ回したことなんのかな。え、どうなんだろう、どうなんだろう。は、何のデータ更新だよこれ。言ってみろお前お前、ババによってはただじゃお金いからなお前マジで。どうですか。あ、1万円入れました。とりあえず1万円で引けると思ってんのか。引けます。で、私は今マイルームのトップをアンデルセンにしてきました、はい、この意味がわかりますか神田翔一。あー、ショタが好きなのかな。いや、違う違う、こんなんじゃない。行くよ神田。はい、レッツゴー。とりあえず今の時点で軍藤さんは2万ぐらい課金してんのかな。そんなにやってない。いや、してるわ。なんでもない、なんでもない。なあ、ブリュンヒルデじゃん。だからもう甲子園は終わりましたよおばあちゃん。甲子園は終わったでしょ。なんで、もう6枚目じゃん、マジでさ。どうもレアプリじゃん、こんなの。レアプリで接種園キャラ交換できるようになるよ。なんでよ。なるよ、いずれの未来、おん時に。ならない、ならない。あ、うわっ、ポン。あ、まあ、ブリューンヒルデかな。ブリューンヒルデだな、これと。はい、7枚目やったー。シグルドにっこり。いらねー、シグルド全部引き受けろよお前。シグルドなら喜んでくれるわ。いや、喜ん、確かにな。全員愛し7人いても喜んでくれるわ。お、あ、でもやるね、やったー、シグルドお喜び。シグルドウハハで笑った。シグルドの命が、体が持つか分かんねえな、これ。8枚目っすよ、これ。イリア2枚、セシュリキャラ0枚。シグルド2枚、で、ブリュンヒルで8枚か。おかしくない？確率決まってない？これマジで。やば。シグルドが引いてる、もしかして。私シグルドだった、もしかして。まさか軍道ミレイはシグルドだった。シグルド説。軍道ミレイシグルド説。やば。まあ早く出して解放してもろって。ねえ、バカか。やったじゃん。あったの、おかしいだろこれマジ。何、何これ。ルーヒルデおめでとう。9枚目っすよこれ。9枚目っすよこれ。ブリューンヒルデが9枚来るぞ、してくるぞ。いやいやいや、おかしいだろこれ。なんで。よかったじゃん。え、なんで。なんで。滅びのバーストストリームやられてる、私もしかして今。滅びのバーストストリーム。滅びのバーストストリーム。いやいや、最近ね、スマホゲームやってる時間マジでないんだ、ほんと。何やってんの。まずパワプロやりたいのもあるし、うん、ペルソナも進行途中だし。はいはい、あ、はいはい。ごめん、聞いてなかった。ダメだ。あ、ちょっと待って。あ、待って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 待乗っ取られてる感あるな、今の演出。おい、だ、ちょっと、誰ですか。動物園からチンパンジー連れてきたの。ちょっと、ちょっと、チンパンジーいます。すいません、誰か。ちょっと待って、早くしてよ。早くして、来た。黙れ。こんにちは、マスター。うるせえ。ヤオビクニの役職をいただいた疑似サーヴァント、摂政院キアラと申します。クロスを。まあ、ムーンキャンさん。とても珍しいクラスなのでしょう。なんでも、月の聖杯戦争における大物枠とか。私のような女に務まるのか、とても不安で。とはいえ、これも何かの縁。
マスターの期待に添えるよう精一杯キャンセルさせていただきますわね。もう早く終わんないね。いいでしょ。ねえ腹減った。ねえまだ終わんないの。ちょっとねえ鑑賞後にしてくんね。セッションインキアラっていうね女はまだ終わんねえんだよこいつ。クソ早くしろや。老いたちがね特殊な。ねえまあそれいいからさちょっと性能見せて性能。はい性能見せて。があったわけで。おてあお疲れ様でーす。そのセッションインキアラがねまあいろいろあったわけじゃないですか。こいつ終わる気ねえわ。やべえ。いろいろあってでまああんな感じでね。